て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。締めの不女調べさんからの、次回予告で自分を織姫に例えるギャップが可愛いっていう動画。いや、分バイオレット正式加入会だろ。先週の予想通り、走りやんたちから依頼を受けてブンブンジャーの始末を開始するという流れでしたね。タイヤたちに義理はないけど、俺は高いぜ。って言ったり、初回無料キャンペーンは終わったんだよって言ったり、なんとなく受けたくないような雰囲気出してたよな。ですが、サキトが大切にしていたカードをイターシャが吸っており、人質を取られたため受けざるを得ない状況に陥ってしまいました。激高したサキトがアローを構えてたけど、ユンディが走りやんとことを構えると宇宙で俺たちの仕事がやりづらくなるってサキトを制してたな。一方、ブンブンジャー側は、サキトが10歳で地球を捨てて宇宙へ行き、始末屋になった経緯について調べており、数少ない手がかりをシャアシロが見つけてきました。ジョーたちも言ってたけど、10歳で自発的に地球を捨てて宇宙に行くって難しいというか、ちょっと普通じゃないよな。はい、彼は幼い頃両親を亡くし、周りに助けてくれる大人もいなかったので、偶然地球に来てた始末屋一行にお願いして、自分も仲間にしてもらいました。ユンディの他にもメンバーっぽい異星人いたけど、そもそも地球人の子供をよく迎え入れてくれたよな。そんな幼少の頃のサキトと唯一交流のあった人物をシャアシロが探し出しており、職場前でタイヤが待機していたところにサキトがやってきました。始末しに来たとは思えないくらいフランクに、よう、レッド君、とか声かけてたよな。アローなんだから不意打ちできるだろうに。まあ、ブンブンシグナルを察知してメンバーに招集かける余裕ありましたし、多分タイヤに不意打ちは効かないと判断したんでしょうね。サキトと話がしたいって言っても、向こうは問答無用で襲ってくるからブンレッドに変身して武器を向け合って、対等な立場になることで話をスタートさせちゃうからな。サキトの地球を捨てたという発言は、幼い日の彼の悲鳴だとタイヤは考えており、サキトはその悲鳴が始末屋に届いたのかもなと皮肉りました。宇宙の揉め事、紛争、何にでも始末をつける始末屋、幼いサキトの悲鳴も始末をつけたのか？って聞かれて、始末屋は自分に居場所をくれた、地球にはそんなものなかったからなってちょっと切れ気味だったなサキト。ですが、前述の通り幼いサキトにも一人だけ交流を持った友達がいたことを指摘され、子供同士じゃ何にもできねえんだよとサキトは憤慨します。タイヤもそうだなってそのことは認めた上で、だから今の俺は聞こえた悲鳴は絶対に無視しない、誰よりも早く駆けつけて笑顔に帰る、それがブンブンジャーだって。いや、泣いちゃいましたよねこのシーン、今の俺はって言ってるので、もしかしたらタイヤも幼い頃に友達の悲鳴が聞こえても何もできなかったことがあるのかとか、サキトが地球人で俺の悲鳴を聞いた奴はいねえよって叫んでも、ここにいるじゃないか。って受け止めたりですとか、マジで良いシーンですよ。余裕がないと聞こえるものも聞こえない、今の俺には聞こえるって、タイヤが常に余裕な態度なのは悲鳴を聞き逃さないためってわかるし、実際、5人がバラバラになった時はタイヤに余裕がなくて、みんなの声が聞こえなかったからっていうエピソードもあったから説得力があるんだぜ。お前みたいな綺麗事を言う奴は大嫌いだというものの、あの時お前みたいな大人がいやーなぁと少し吹っ切れてましたよね、サキト。そんな時別行動をとっていたサンシーターたちはサキトの友達とその家族、従業員を襲ってギャソリンを集めてたんだぜ。友達だと気づいたサキトは、その地球人から離れろと威嚇しますが、事情を知らないサンシーターたちは困惑、刀車は歯向かった罰として攻撃を仕掛けます。ユンディが助けに入ったけど、一人じゃ全員を救えない。そこにブンブンジャーたちも助けに入って人質は全員救出されたんだぜ。しかも、どさくさに紛れて現場がレアカードを奪い返してますからね。お困りのようだったから。の決め台詞とともにサキトに返してますし、サンシーターたち、人質泥棒だって言って泥棒、泥棒、って煽ってたけど、そもそもお前らが最初に盗んだんだろっていう。カードを取り返しても従う必要がなくなったサキトは、もともと自分たちの宇宙を好き勝手に荒らす走りやんが気に食わなかったこともあり、宣戦布告しました。キャノンボーグから、地球を守るヒーローにでもなったつもりですか？って煽られるけど、
俺は地球なんてどうでもいい。たった一人のダチと、その家族を守りてえだけだ。二度とあんな真似ができねえように、てめえら一人残らず始末する。最高の爆上げでしたね。タイヤが依頼人となり、俺たちと一緒に戦ってくれと依頼して、その始末を受け、二人の同時変身。今までと違ってブンブンジャーたちと同じ変身バンクになって、名乗りも上げて、6人合わせてブンブンジャーよかったぜ。これにはブンブンもテンション爆上げでしたからね。この後は他の4人が雑魚を散らしつつ、レッドとバイオレットが刀グルマーと戦い、二人同時必殺技で倒すことに成功しました。前回から引き続きヤルちゃんがビームで巨大化させてたけど、今回は元のブンブンか？携帯で巨大化したぜ。デコトラーデが今週は俺がやりたいと言ってブンブンキラーロボを召喚してましたが、今週って概念を覚えちゃってますねこいつら。そしてブンブンキラーロボに刀グルマーを装備、二刀流になって、今回はイターシャが運転を担当してたぜ。イターシャの運転で大丈夫かと思いましたが、刀が自動で襲いかかってきたりして、最速のナイトでも手こずっちゃってましたね。またまたキャノン防具が改造したっぽいからな。そんなブンブンのピンチに、ユンディとブンバイオレットが颯爽と現れ、ユンビュンマッハーロボに変形して助けに入ったぜ。空飛べるんですね、ユンビュンマッハーロボ。しかも敵の刀のホーミングを利用して、逆にブンブンキラーロボのお尻にぶっ刺してたからな。その後必殺技を食らって負けムードのサンシーターたちは、やっぱりなぁ、また来週と諦め、お疲れサンシーターと言って吹っ飛んでいきました。今週の概念を理解してるから当たり前だけど、来週の概念も理解してるんだな。戦いが終わり、ブンブンとユンディの再会が果たされ、いいチームだなとお互いに褒め合うシーンもいいんですが、サキトがカードを返して、ずっと探してたと言われて、申し訳なさそうに俺のコレクションに紛れ込んでたというサキトに、お前のことだよと肩を掴むところも本当良かったです。サキトがいなくなった後、探してくれてたんだなぁ。やっぱり二人は友達だったんだぜ。お互いの近況を報告し合い、お茶でも飲んでいけと誘われた時、ユンディが率先していただこうと乗ったのは彼なりの気遣いですよね。最後に調べさんが、サキトなら走り案の内情に詳しいかとって上司に報告してたけど、そもそも ISA って表だって活動してるように見えないよな。番組中盤あたりで ISA が開発した強化スーツとか、そういうのが出てきても良いかなと思いますね。ネオジェットマンみたいに。来週は冒頭でも言ってたけど七夕の話かつ、ビュンビュンマッハーロボの装備をブンブンジャーロボが装着して空を飛ぶ話みたいだな。二体でスーパー合体というわけじゃなく、あくまで飛行ユニットと武器だけ貸す感じですね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。XQ Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。